こちらは、我が家で、現在管理しておりますトゲアリの、グループになります。今年の秋、飛行した、トゲアリの新女王を、別の、トゲアリの巣から採集したワーカーに、同居させています。直端的、社会規制と呼ばれています。そして、こちらですね、今現在使用しております、石膏を使った、急ごしらえの仮設の飼育ケースになるんですけれども、中にはワーカーの亡骸が結構あります。なんとか飼育環境を整えたいと考えています。女王はですね、幸い、元気にしているので、まだ希望が、あるかなと考えています。ワーカーとは違い、全体的に黒く、漆黒の感じのかっこいい、女王アリです。そして、今回トゲアリの飼育環境を、考える際に、2つ、より広いスペース、それから通気性ということを、考えていきたいと思っています。こちらは今回使うフィギュアケース、100均で購入できるものです。通常は、フィギュアなど、あとはプラモデルなんかをこの中に、入れるんですけれども、今回これを逆さまにして、台座の部分を、天板、天井のような状態にして使おうかと考えています。そして底面には、石膏を少し敷いて、それから通気性の部分を、確保するために側面と天板に通気口を作りたいと考えています。ではケースに、通気口の場所や、大きさですね、これを設計して、決めていきたいと思います。このように、マジックで、通気口の場所ですね、を決めて、線を引きました。側面にも、両側面ですね、左右の面に、通気口、を確保したいと考えています。では、設計した、穴ですね、線の通りに電熱カッターを使って穴を開けました。作業する際には電熱カッターは、結構危険ですので、取り扱いには、注意しましょう。このように側面に、しっかり穴が開きました。なるべく大きな、四角い穴ですね、を作るようにしました。それから天板にも穴が開いています。では、通気口に使うために、目の細かい金網を、用意しました。アリには、破れない、それから通り抜けることもできない、細かい目の金網になります。これを、長さを測って、切り出しました。こちらの正方形のものが、側壁用ですね。はい、左右からこのように、取り付けます。そしてこちらが天板用です。より大きな、通気口になるので、このような大きさの、金網を作りました。では、用意した金網を、先ほど穴を開けた、天板に貼り付けていきます。今回ですね、布テープで、つける形にしたんですけれども、アリが、入る、面とは逆側から、布テープを貼ることで、テープをかじられたりとか、そういったものを、防ごうと、考えました。
はい、こんな感じで、簡単な作りですが、アリはこちらの面から接することになるので、隙間はないですし、何か、噛んで破れるような部分もありません。はい、では、本体部分ですね。まずは薄く石膏を敷きました。こちらは、アリの排泄物や、ゴミなんかを、吸収できるように、石膏を敷いた形です。それから、側壁の部分に、先ほど開けた通気口が開いています。こちらにも、金網を取り付けていきたいと思います。同様に、外側から、布テープを貼ることで、アリたちが、内側から何か、噛んで破れるような部分を、なくしている設計です。はい、できました。両側に、金網がついて、アリは脱走できないんですけれども、空気が、ちゃんと抜けれるような、通気口となっています。それから同様に作った天板ですね。これによって、ケース内3箇所から空気が出入りできるような、仕組みとなりました。はい、結構考えた通りのいい感じに仕上がりました。それからですね、今回、同時に、餌場となるような、アイテムですね、これを作ることにしました。クリップスタンド、それからコルク板、それから紐を用意しました。まず、クリップケースを、ごめんなさい、クリップスタンド、はい、これをケースに収まるように、折り曲げて高さを低くしました。こんな感じですね。そして、コルク板を、適度な大きさに切って、そこに紐を取り付けました。コルク板は、餌皿なんかを置けるような、餌場と、なる予定です。はい、これをクリップスタンドに、取り付けて、下から紐によって、上に登れる、餌場が完成しました。はい、では実際にトゲアリを入れてみました。居住ケースは、もともと使っていたものを、とりあえずそのまま入れた形です。それから餌場のですね、先ほど作ったアイテムを入れて、餌も、蜜餌と、それからシラスですね、これを入れてみました。そして床面にですね、ゼオライトという、敷石ですね、これを置いてみました。吸水性があるので、排泄物やゴミなんかを吸着してくれたらなという考えです。それから紐を登って、餌場へ行けるような、餌場ですね、これを作ったんですけれども、このようにアリたちが上に登って、場所を使ってくれているのが観察できました。そして居住数、居住スペースなんですけれども、急ごしらえの、即席のものをそのまま今使っているんですけれども、あまり、多少のアリは出入りしているんですけれども、あまり、居住スペース、居座る場所としては、まだ認知されていないようで、あまり、適した環境用意できてないと感じているので、こちらはまだ改善の余地がありそうです。
そしてトゲアリの真珠を5匹、いたので、5ケース同じものを作りました。結構な作業でした。あとはですね、この環境をトゲアリは気に入ってくれるのかなという、ところですね。これはちょっと時間をかけて待ちたいと思います。では今回は、トゲアリの飼育用のケースを作っていきました。トゲアリはですね、巣の遠くへ、ゴミを、捨てたがったりするために広いスペースが、必要とされるということと、それから通気性がある場所に普段、営巣しているので、そちらを実現するために、通気口を作った、飼育ケースを作ってみました。まだですね、どのような使い勝手かはわからないんですけれども、これから観察をしていきたいと思います。また居住ケースについてはまだ改善の余地があるので、これから考えていきたいと思っています。